の木の実と、カラクリパーツ、あ、ここにあったの見つけたカラクリパーツあった。あ、こんなとこに隠してたの。よし、マシンパーツあったな見つけちゃったな、先に見つけちゃったけど、まあまあ、こんだけ広いからなんかあるでしょ。平気に登ったろ。いや、ちゃんとお城みたいに作ってんね、これ。よし、到着。やっぱりなんかあった。なしか。テーブルと椅子だけかいな。じゃあ見晴らし台みたいな、特に何もなしか。刃物の城か、壊して自分のところに持っていこうかな鬼畜の所業やけど。やっとできた、できたっていうか消したやな、城。城一体全部素材にしました。しんどー。めっちゃかかった、これ。3時間ぐらいかかったんかな。何してんの、俺。これだけの素材どうしよっか。ちょっと、場所取るからな。まだこれだけじゃないんですよね。まだ収納箱に。ぎっちり入ってるんでね、魔城の壁っていうのかこれぎっちり入ってるんでね、これちょっと拠点に使ってこっか。せっかくこんだけあるんだしな。またちょっと外壁というか外壁にでもしようか。よし、あー疲れたもうすごい、ずっとブロック崩してったからもうすごいな、こりゃ。あれれ、なんか変なとこにブロックが。これこれ。この中に。魔城の壁ぎっちり入ってるから。違うやつ入っちゃった。壁。自分ところの拠点に素材として使うというね、パッと見なんかもう普通のお城ですよね、これ上から見ると外の堀をね一周囲ってぐるっと、それであとは残ったやつで、これなんか白っぽいやつ、よくあるこの一マスずつこう開けてるやつで、こんな感じで作ってみましたと。で、せっかく屋上というかね、一番高いところにあるんで、ここ、パーアラクレの座る部分って言ったらいいかな、座席の部分っていうからだけはもうこう夜星空とかああいうの見えるようにここちょっと屋根ぶち抜いてるんですよね。できればガラスみたいな、窓ガラスみたいなね、天井のガラスバージョンが欲しかったんやけどな。雨の日はずぶ濡れですよね、これ晴れの日限定のバーっていうことでね。それじゃあクエストが、ないったかな。あ、そうそう、鍵をもらったので、なんかその歌声の秘密ってことでね、このシネリちゃんね、壁に乗って歌声が聞こえてくるけど気になって眠れないと。で、赤い扉の先の、そういうなんか鍵使うところがあるのかな、それをちょっと解明してほしいってことでね。じゃあ早速赤い扉行っていきましょうか。よ
次で続いて、次が、これですね。魔法の扉。ゲットしましたよ。で、はしごで登ると。初めてはしごをゲットしました。なんだここ、書斎？あ、誰かいる。あ、この人って、確か、人殺しオーバーにしてた。この塔に入るのはどこかで僕が生前持っていた鍵を手に入れたんだねと。まな、まさか、あの女のお使いにでも来たのかと。どういうこと？僕の歌声が少女の眠りをす、あの儀があったわけじゃないと。歌や音楽が好きで、僕の先祖は、建物の愛好家、ガライさんだったんだな。で、なんかこの人が、ガライかな。ああ、やっぱりそうなんだ。発明家なんだ、この人が。アメルダさんの、助手まがいのしてた虫ってことなんだな、この人が。苦手な女だよ。魔物を倒すのは結局僕の発明に頼るなんて。自分が、僕の発明の完成を邪魔したくせに。あれ？なんか一悶着ありそうだな。今からでも彼女の手出す気はやめた方がいい。あの女は人殺しだと。せいぜい気をつけることないよ。あったの。雲とかも特に見れないか。読む。あ、アルフガルドの、メルキドリウムダールマイラをめぐり、アルフガルド覚醒、ガライア地方に行き着いたと。長い旅での間にたくさんの山を越え海を渡り、一つ気づいたことがあると。アルフガルドの地形が伝え聞いてたものと少し違う。海が陸だったはずの場所が海の中に沈んでいる。なぜこのような変化が起きたのか、もしかしたら竜王の仕業か、ひょっとすると、人間の従来を断ち、人間たちが協力するのを防ぐためかもしれない。行き着いたガライ地方には、ガライという人物が作った町があったはずだが、今やこの地は冷たい雪と硬い氷に閉ざされ町自体も失われてしまった。炎とマグマに飲み込まれたマイラと、雪と氷に閉ざされたガライア。もはや人間の住める土地はないの？メルキドからアルフガルドを東回りに巡って6ぐらいの年月が。最後に隠された地、ボートがあったラダトームへ向かう。ラダトームは死と呪いが支配する死の大地。そのものがあるのかと。ガンダルさん大丈夫？ラダトーム偉いこっちゃなってんねや。ってことは、地形というか、形が変わってるとか言ってたね。なんか、さっきの話というか、本の内容によるとね。徹底的にやってんな。さて、それじゃあ依頼も達成できたし、これで OK かな。よいしょ。さあ戻ってきた。どこだ。よいしょ。あ、いたいたいた。はい、どう？歌声の秘密を探ってきたと。歌を歌ってた人が、アメルダさんが助手してた発明家さん、ラライさんっていう。一緒ですけど、アメルダさんのことよく知ってるんですか？あんまり、幼馴染の頃とから変な噂話。アメルダさんが昔人を殺したことがある。自分のことをほとんど話したがらないと。過去に何があったのかやな。でもあんまり詮索しすぎるのもな。で、あ、ガロン君。メモの解読に手間取っていると、専門家じゃない姉子が最強の兵器開発するなんてとてもじゃねえけどっていう。そうだな、ラライの姿見えちゃったんだよな。
パノミテード、ラライのエノに最強の兵器のことを直接聞いてほしいと。先祖から代々受け継ぎてきた銀の盾ごと、魔物に呼び寄せられっていうことだ。魔物に奪われてぶっ壊されたらしくて、そのことを嘆いてたと。探し出してる。壊れた盾ごとはガライアの、どこかに隠されてる？盾ごとを見つけたら修理した姉子からの贈り物としてやつに渡してほしい。そういえばララエの野郎きっと喜ぶと。ねじくれた心も元に戻るだろうと。その、小さな氷山だらけ？小さな氷山だらけ？緑の扉の先の、銀の盾ごとを見つけろと。修理を、思い出の弦。お前、なんでそれ持ってんねんっていう話やけど。まあ今は置いといて。緑の扉の先か。緑の扉の先は、そんなに探索してないな。それこそ、この前、一回行ったきりか。よし、じゃあ、この島もちょっと探索してっか。ギガンテスまたいるのね。あいつ倒したらまたいいのもらえるかな。今クエストこいつじゃん。来た。で、このギガンテスくんは竜王軍の旗。そうそう、こんなん持ってんの。クエスト的にはここになってるな。ここ、これと。氷山のどっかにあるってことやったっけ。ここじゃないんかな。音楽か。ああ、こういう感じか。さっき中一個一個見てかなあかんのね。なさそうだね。これは？なんか出てきたよ。命の剣か。違うやつが埋まったな。まあ別にハズレではないか。でもなし。盾ごと持ち出し禁止。これっぽいな。壊れた銀の盾ごと。お、これを修復すると。よし、じゃあこれを持って帰りやすか。じゃあ、早速、金の盾ごと直すか。というか、この竜王軍の旗どうしよう。ホタテ取っか。これ、どっち何これってなるで。面白いな。こんなまであんねや。じゃあ、金の盾ごと。金が欲しいと。金じゃダメかな。金まだ持ってねえからな。ちょっと取りに行こうか。
ったらこれやな。よしよし、手に入れた。何かないか、もうちょっとあるんじゃない。おー、あるね。憧れの人の設計図。こんなんあるの。温泉好きの誰かが入れてたんかな。じゃあ現地で作るか。どのかいっけ。そういうかでか。ほい、便利やな。よし、じゃあこれで金の建物とゲットできたから、じゃあラライさんに持ってってあげようか。どっかに、あ、この人の墓ここにあるのか。大丈夫？僕はふと思うことがある。人間というものはなぜ、強情なのだろう。もっと素直に生きることができたら、悲しい思いや強い思いもせずに済むのに。こんな思いを音に込めて表現できたら気分が晴れるかもしれない。はい、代々伝わる銀の建物を修理したんだよ。アミューダからの贈り物、渡す代わりにマーモンターズ発明のことを教えてもらいたい。それは嘘。あら、そんなことはしない。彼女は物で人を動かそうとしないですよ。よう知ってるやん。作る力を伝説のビルダー、君の力があれば発明も完成したかもね、と教えてほしいな。あれ、羨ましいと。ウイルスによって最初から失われていたものを作る力を与えられていたなんて、命をかけて考えたものを誰に作り出せるだろうか。今っていうものを描くんだと。君とはウェルダーが求めているものを得られるはずだと。ブルーブロック、